カスタマイズ時計作りの実績、日本一の南雲時計店店長の南雲達也です。本日また宜那藩から荷物が来たんだけど、これ見てみて、すごいでしょこれ。こんな感じなんで、ちょっと今日開けるのに時間かかると思います。ごめんなさい。ちょっと頑張ってどっから開けたらいいのかなっていう感じで、とりあえず頑張って開けていきたいなと思います。本当にね、すごいんですよ、梱包が。あれ、これただ角を守ってるだけっぽい。あら、めっちゃすごいですね、今日。あら、ただこれだけです。あ、裏側に伝票があった。ここか。じゃあ多分ここですね。中をね、傷つけないようにほんのわずかしか刃を入れないんで、なかなか大変なんですよ。あった、ここだ、やっぱり。開けたけど、また中に箱でした。ストラップとかも来ましたね。一つだけじゃとりあえず、何か開けてみようかな。ストラップとブレスレット、ストラップいっぱい注文したのに今回これしか来なかったですね。そしてじゃあもう一箱ぐらいなんか開けてみようかな。これはなんだ、これは何が来てる。あ、ちなみに本日ですね、10月24日木曜日は臨時休業しております。また明日10月25日金曜日から通常営業を行います。よろしくお願いします。あ、これ多分1年半ぐらい前にオーダーしていた91シリーズですね。手巻きのインストゥルメント91というモデル、映ってるかな、こちら届きました。これから点検して、早ければ2週間、遅いとまあ 4,5 週間後ぐらいにご連絡したいと思います。しばらくお待ちになっててください。よろしくお願いします。